はい、皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今から浴槽ですね、浴槽に入るやり方を説明したいと思います。やばい、ちゃんと水着着用で挑みます。まずはしっかり、お湯をためた状態で、こんな風にバスタブに近づけます。なのでバスタブに近づけられない車椅子だと、お風呂場だとちょっと大変かなと思います。で、先に足を浴槽の中に入れちゃいます。で、あとはちょっとズンズンと前に行ってもらって、まあ、縁掴んで、浮力があるので、まあ行くときはそんなに、あと反対側の手すりを掴んで、まあ、ゆっくり、降りるって感じですね。よいしょ。はい、こんな感じで降ります。で、上がるときは、まあ、体が濡れてるので、これちょっと足拭きまってたけど、タオルとかをしっかりクッションに敷いてあげてください。で、戻るときですね、戻るときも、基本的には浮力を私は使ってます。で、なので、これじゃあどうか、体をここで洗う場合は、ホテルとかの場合、こう洗いながらまずお湯を抜いて、で、まあ、ちょっと水をたくさん使っちゃうんですけど、全部洗い流して湯船に何もお湯が張ってない状態で、また新しくお湯を張って、上がるっていうような感じをホテルではしています。はい。で、上がり方一発でできるかな。本当はもうちょっとこっちにつけたいんですけど、ちょっと扉があんまり開かないんですよね。まあ、ちょっとやってみます。まあ、端とか手すりとかを掴んで、もうプッシュアップです。プッシュアップで縁に乗ります。よいしょ、やばい、スケスケだ。縁に乗って、よいしょ。で、もう車椅子の、まあ、手すりとか、クッションとかを持ちながら、よいしょ、よいしょ、こんな感じで移動してきて、あとは、ここは引き上げるって感じですね。こんな感じ、よいしょ。はい。あ、よいしょ。はい、浴槽の入り方はこんな感じです。まあ、やっぱり腕の力とかが必要なのかなと思うんですけど、まあ、私の腕くらいっていう言い方はおかしいですけど、まあ私でもこれくらいだったら自分の体を、私の状態だったら上げれます。でも軽装の人でやっぱり結構筋肉つけてる人とかも、全然できたりするって言ってたので、まあ、まずはチャレンジしてみて、まあ慣れるっていうのも大切かなと思います。やっぱこういう風に浴槽に入ることができたら、まあ旅行とかホテルの幅も広がるんじゃないかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。はい。では、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。
では本日も最後までご視聴ありがとうございました。